どうだ、これは角度はもう間違いない、そのままレフトスタンド吸い込まれていきました。初回に山川穂高の一発、今シーズン早くも第19号です。松野さん、ちょうどそんな話をしていたところでしたが、完璧に打ちましたね。まあ、この後ベンチ前でね、大きな声がまた聞こえると思うと楽しみですね。ライオンズファンの皆さんが待っていた一発ですね。まあ、交流戦ではビジターでもたくさんの方が声合わせながら、なかなかね、今大きな声出せないところでありますが、ポーズを取っていらっしゃいました。さあ、それでは見せていただきましょう。本日はベルーナドームでいただきました。